言っちゃうよ。できないからやってごらん、金ばらまいてごらん、人集まるから。だからこれが薬の部分が教材とかね、教材とかあの塾とかあのこれさえあればみたいな。で僕たち販売者っていうのはこれさえあれば稼げるよみたいな言うわけですよ。だけど本質はここなんですよ。だけどなんでこれ僕やってるかっていうと、この商品一覧が全部見えるんです。このお客さんは何に興味あってどんなの買ってんのかっていうのは全部データで出てきますよ。そのFacebook とブログを連動させるときってブログのタイトルとかめちゃめちゃキャッチーじゃないとクリックしてくれないんですね。ここにもうニーズがあるわけですね。ニーズがだからここから抜いて、じゃあここにいいねしても何の意味もないんですよ。埋もれるから分かんないですよ。ここにいいねしちゃダメですよ。いや本当の話、これね、僕は10年間そのお金を稼いでる人たちに実際に会ってきたんですけど、あのね、本当の情報ってFacebook だろうがリアルだろうが何だろうが、10億稼いでる人のところには10億稼いでる人もいれば、1億稼いでる人もいれば、さてどういう人がいるんでしょうか。さっき言ってましたよ。だここがお金の使い方の違いなんですね。ほとんどの人はお金をただちょこちょこ使ったりとか、あのお金を使っても増えないんですよ。増えない使い方をしちゃうからダメなんですよ。うん、だけど私はこれがあるから車椅子になっても悪いけどサラリーマンより稼いでます。だから何にやってもそのビジネスにこうつなげるような使い方をしないとダメですね。だから僕もこの今日飲んだこのルルアタックを元に最初話しましたからね。風をネタにこのルルアタック飲んだから持ってきて、わざわざあこれ使おうっつって持ってきて、セミナーのネタにビジネスのネタとして使わせてもらってます。でもこれをネタにして喋る人いないですよね。今いないですよね。そういうことなんですね。で多分あのここで、まあ、ここに来ていただいた方は、まあ、お金を稼ぎたいと思って来ていただいたと思うんですけど、今からですね僕が速金でお金を稼ぐ方法を、まあ、ちょっと普通だったら教えてない内容なんですけど言おうと思うんですけど、聞きたい人います？早いですね。はい、じゃあ速金で稼ぐ方法、今一番早いですね。1000円稼ぎますね。どうぞ、はい、ありがとうございます、はい、多分あのセミナー行ってお金もらうとかあります？ないですよね。多分今後一生もないと思います。手を挙げただけでお金稼げます。今3人いて一番早かったら誰ですかって話です。今同じ質問で手を挙げる瞬間のタイミングが違いました。実はここがお金を稼げるか稼げないかのあのポイントなんですね。よくまあ行動が大事だって言われるじゃないですか。行動は大事じゃないんです。もちろん大事なんですけど、ま、この本質、行動の大事な本質はスピードなんですよ。これです。例えばですよ、お金はみんな稼げるんですよ。生涯年収が、1億3億円ぐらいって言われてます。これネットで調べてください。サラリーマンの生涯賃金40年と働けば3億円ぐらい稼げるんです。だからみんな3億稼げるんですよ。わかります？普通に働いても3億は稼げるんです。でこれを40年かけてやるのか、ね、数ヶ月でやるのか3年でやるのかって。で、僕の塾生さんで今現金で1億持ってるんですけど、去年か2年前にセミナーやった時なんですけど、なんか発表できる人いますかっていう質問をしたんですね。発表できますかと。でそしたらその人だけ手を挙げたんですよ。でその人はその時負債1700万です。1700万の負債持ってたんですよ。この中で1700万の負債持ってる人います？その人ね、1700万の負債持ってたからこれどうしようかなっつってセミナー参加してたんですけど、でその人はなんか挙手できる人いますかって言ったら、はいっつって挙げて発表してくれたんですね。でこの1年後1億です。すげえ。いやマジですよ。でこの人は今塾やってるんですけど、塾生さんに貯金通帳見せてますからね。ガチなんですよ。すごくないですか？だって1700万の負債から1億ですよ。現金でキャッシュで税金納めた後ですよ。すごくないですか？キャッシュで1億っていうのは結構すごいんですよ。僕も稼いでます稼いでますっていう人いっぱい見てきましたけど、キャッシュで1億はやっぱ税金払った後なんて結構ねすごいんですよ。うん、やっぱね、
1億円のキャッシュ作ろうと思ったら2億3億稼がないと税金で全部持ってかれちゃうんで、うん、ですよね、うん、税金がみんな高いっつって海外行っちゃってますけど日本で1億円の現金を持とうとすると相当稼がないと難しいんですけど、その人は稼いじゃったんですよ。でなぜ稼いだかっていうと、そのセミナー、そのセミナーは30人ぐらい来てたんですけど、たった1人なんですね、挙手したのは。まあ、その結果これなんです。なんか要はスピードですよね。たった1年で1億円です。でも僕たちは40年働けば3億は稼げるキャパを持ってます。だからいつどれぐらいのスピード感覚でお金稼ぎたいですかって話なんです。結論は3億稼げますからね、うん、いやネットで調べてください。障害賃金3億言われてますから、どれぐらいのスピード感覚で稼ぎたいのかっていうとこなんですよ。だから本当に早く、例えば、まあ三木本さんのお話もありましたけど、私のコンサル受けたら次の月100万稼いだ人いますみたいな言ってましたけど、1ヶ月で100万稼ぐってすごくないですか。普通に働いてて100万円の給料をもらうってなった場合、なんだ、下っ端でいろいろやって、で取締役になっても100万結構きついと思いますよ。会社によりますけど結構きついですよね。取締役になっても会社の規模感覚、きついですよね、100万は。だそれが今そのインターネットっていうのがこう出てきたので、それが誰でも可能になったんですけど、みんなやり方が分かんないと思いますよね。まず、まあ今のちょっと前説で少しお伝えしたかったのがスピード、あの行動は大事なんですけど、そのスピードが遅かったら、あの一緒だよと一緒だよ、ネットやんなくてもリアルでも一緒だよと、行動遅かったら、だからまあ本当にアクションは早くしてください。全てにおいて、全てにおいて。僕はあのこれはちょっと脱線しちゃうんですけど、よく吉谷さん目標なんですかとか言われるんですけど、目標とか夢とか何ですかと、ありません、僕ないんですよ。なんかビジョンが大事だとかね、クソくらいです。よく言うじゃないですか、経営者の人とかビジョンとか、まあ、確かに大事なんですけど、一番僕大切なのは1秒1秒をどれぐらいの感覚で生きてるのかっていうのが僕は一番重要だと思ってるんですね。1秒1秒、結局結果を出すっていうのは1秒1秒の積み重ねの行動でしかないんです。もう一度言いますね、これ本当のことですから。結果を出すということはどういうことなのかっていうと、その1秒1秒どういうふうに生きてるかっていう、その結果の過程なんですよ。過程の結果なんですね。だからほとんどの人はなんかそういうそのホワンホワンしてるものにはぁみたいになるんですけど、違うんです。目の前の、まあ三木本さん分かりやすいんですけど、金なんですね。金で全て解決できるみたいなね、分かりやすいですよね。要は金を追ってるんですよ、誰よりも早く。だから誰よりも早く稼げるんですね。すごくシンプルです。だから本当にシンプルに考えてほしいです。お金を稼ぎたいんだったら、あのね、お金を稼ぎたい、まあ三木本さんもちょっと言ってましたけど、お金を稼ぎたいなら、字が汚くて申し訳ないですけど、何をしなければいけないと思います。お金を稼ぎたい、今すぐお金を稼ぎたいってなった場合何しなければいけないですか。今すぐです。今すぐお金を稼ぎたいと、あるところからとりあえずもらう、あるところからもらう。何をしなければお金、あの何をすればお金稼げますか。本当の情報を得る。ああ、本当の情報を得るね。ああ、はい。他、あ、何をやればいいと思います。何かしら動かないとダメ。動かないとダメ。はい。お金を稼ぎたいんだったら。